つも強がりばかり言っている君でも、たまには涙をこぼすこともあるはず。そんな時には思い切り泣くのもいい。悲しいことなどほらすぐに消えるから、さあおいで僕のところへ、小さなその手を伸ばしてごらん。夢の世界へ連れて行くよ。素直な心だけがあればいい。から金の魚の話を聞いているうちに、ムーミンはその魚の姿をこんな風に思い浮かべていました。この話をしたいとこは確かに見たと言っている。じゃあヘムレンさんは見てないんですね。残念ながらな、その湖へ行けば必ず見ることができるわけじゃない。いろいろ条件がある。条件？そう、例えば季節は夏の終わりか秋の初め。今頃だね。うん、雨上がりの午後、太陽が輝く時。雨上がりの午後か。風があってはいけない。水面に波が立ってはまずいらしい。風ね。まあその他知られてない条件があるらしいが、とにかくよほど運が良くないと見ることができないようだよ。うん、あの湖へ行くのも結構大変だね。お寂し山の向こうじゃ。あの山を越えていくんじゃ1日や2日じゃとても無理だな。そうでもない。山裾をぐるっと回っていけば1日で行ってこれないこともないよ。え、そんな道あるの？ああ、綱付近は通ったことあるんだね。一度だけ。じゃあ案内してくれる？本当に行く気？うん、どうしても金の魚をこの目で見たいんだ。できたら捕まえる。取るのは難しいな。どうして？とても利口な魚らしいし、めったに人の目に触れない。それも知ってる。だから余計見たいんだ。君一人？いや、フローレンも行きたいって言ってる。金の魚を買いたいんだって。フローレンだけ？ミーも見たいって。じゃあスニフは？どうしても連れて行けってさ。4人か。それじゃ山を越えた方がいいかな。どうして？山裾の道じゃ行けないの？道といっても本当に道があるわけじゃないんだ。魔女の森を抜けていくんだ。魔女がいるの？今はいない。だったら平気でしょ？魔女はいなくなったけど、大きな森で昼間も暗いんだ。大丈夫、森を抜けよう。うん。いけない。おっち。おはよう。ごめん、スナフキン、寝坊しちゃった。まだ女の子たちはやってきていないよ。
早いなスニフ。金の魚を捕まえた夢ばかり見てあんまり眠れなかった。それじゃあ出発しよう。フローレンたちを待たなくてもいいの？遅れたものは置いていく約束だったろ。それに今日の遠出は女の子たちにはちょっときついと思うからちょうどよかった。何がちょうどよかったのよ。ミー来てたのか。本当だよ、今日は相当強行軍になるからね。私は平気。ムーミー、スニーフ、もっと早く歩きなさいよ。まだ目が覚めないよ。どうしてこんなに早く立たなきゃいけないの？今日中に帰ってくるためにはね。だって近道するんだろう。それでも帰りは夜になると思うよ。帰りはこのバケツの中に金の魚が入ってるからこんなに早くは歩けないな。多分魚は取れないよスニフ。取れなきゃ言ってもつまらない。聞いたろ、あの湖へ行ったからって必ず金の魚と出会えるかどうかはわからないんだよ。知ってる。でも今の季節が一番魚が動き回る時なんでしょ。そうかもしれないが。必ず捕まえてみせるさ。こんなに早くどこへ行くんだあいつら。魔女の森まであとどのくらい？そうだな、2時間ぐらいかな。その気持ち悪そうな森を通り抜けるのにはどのぐらいかかるの？やっぱり2時間だね。2時間？本当に魔女はいないんだよね？いないよ。いたら面白かったのにね。本当に？嘘だよ。昔は住んでいたんだ。本当に？そうでなくっちゃ魔女の森なんて名前がつくはずないよスニフ。もう一度聞くけど今はいないんだよね。戻ってきたとは聞いていないよ。ねえムーミン、やっぱり魔女の森は通らないで行こうよ。おはよう。ムーミンがいないね。朝早く出かけましたよ。お、今日だったのか。おはようございます。私も行きたかった。何言ってるんですかパパ、お仕事でしょ。机に向かっててもどうも金の魚のことが気になって気になって。ムーミンのやつ捕まえてくるかな。さあどうでしょう。仕事さえなきゃ私も行ったのに。子供みたいねパパ。あの魔女の森は子供たちだけでは迷ってしまうかもしれんと思ってな。大丈夫、砂吹きがついてますわ。気味悪い森だな。魔女が帰ってたりして。やめろよミー。いいかい、ぼんやりして僕から離れないようにしろよ。迷子になるからね。からお日様の光が届かないんだよ。太陽が雲に隠れたな。風が出てきたのね。風はまずいな。雨は降った方がいいんでしょ。すぐに上がってくれればね。でも降りそうだな。あ、来た来た。あ、降ってきた。ありがとう。とても雨なんか降る天気じゃなかったのに。この雨長くは続かないな。どうしてわかるの？旅の経験さ。こんな雨平気だわ。そうよ、いつまでもこんなことしてたら昼間のうちに湖に着けないもんね。
この森の中だったら大して濡れないわ。先に進みましょうよ。張り切ってるな。スナフキンどうする？ま、このくらいだったら。これじゃちょっと濡れすぎだな。やっぱりどこかで雨宿りをしよう。こんな森の中で雨宿りできるとこなんてあるの？木の下しかないさ。あ？どうしたの、フローレン？あそこに家がある。なんだか倒れそうな家だな。ともかくあそこで雨宿りだ。こんにちは。こんにちは。誰もいないようだ。長いこと誰も住んでないよ。誰が住んでたんでしょうね、こんな森の中で。あっ、私知ってるわ。みんなも知ってるのよね。つまりそう、魔女に決まってるわ。家の中をよーく見てごらんなさいよ。魔女が使う道具があっちこっちに置いてあるわ。大きな亀、薬瓶、ほうきは？きっと魔女が乗っていったんじゃないかな。誰かいる。誰だ？出よう外へ。あそこから聞こえる。もういいよスナフキン、早くから出ようよ。スティンキー？やっ、バレたか。結構怖がっていたな。私は怖がってなかったわよ。それにしても俺の顔を見て気絶するなんて失礼なやつだな。なあ、教えてくれよ。お前たち一体どこ行くんだよ。ねえったらよ、どこ行くの？ここなんだね。間違いない。魚はどこにいるの？それは僕も見たことがないからね。条件が揃った。きっと金の魚は現れるよ。金の魚？おい、手伝いよ。僕は必ず捕まえるぞ。この方に潜ってんのよ。魚なんて一匹もいないぞ。
ヘムレンさんに騙されたんじゃない？もう少し静かにして湖を見てましょうよ。そうすればきっと金の魚は姿を見せるわ。バカみたい。お前らそんな魚を見るためにわざわざここまで来たのか？捕まえるためだよ。どっちにしても同じだ。おい、波を立てるなよ。わざわざあんなところまで見に行くとは若いな。若さが羨ましい。私だって仕事さえなければ一緒に行きましたよ。つまりパパは自分が若いって言いたいんだね。そうじゃありませんよ、ヘムレンさん。私も金の魚をこの目で見たいんです。ただそれだけ。はあ、スニフはどうしても捕まえるんだって言ってましたけどね。どうやって？網ですくうんじゃないんですか？すくった魚はバケツに入れて。そりゃ無理だ。どうしてです？どうやら私は金の魚について肝心なことを言い忘れてたようだ。ヘムレンさんの言ってた通り、簡単に金の魚が見られるなんて考えてたのがいけないんだ。実はもう死んでたりして。スティンキー、静かにしていろ。あ、いたの？その辺だった。あ、魚が跳ねたのが見えたけど、遠すぎたから金色かどうかはわからなかったわ。こちら側から見るとシルエットになるよ。それじゃ色なんてわからない。ねえ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 、あそこにイカダがあるわ。よし、あれに乗って湖の真ん中に出てみよう。みんなが乗るにはちょっと小さくない？イカダは沈まないよ、大勢乗っても。あ、僕はいいよ。スニフ、水が苦手なくせによく魚捕まえようと思ったわね。スティンキー、お前僕と一緒に魚を捕まえようぜ。何しろ金の魚だからな、高く売れると思うよ。この辺だろ、魚が見えたのは。はっきりしないけど、そうだと思うわ。本当に見たの？見たわ。さっきから何にも見えない。しばらくこの辺で様子を見ようよ。そうだね、他に方法はないようだ。何としてもここで頑張るぞ。空には魚はいないんじゃない？魚っていうのはこういう水草のあるところが好きなんだぞ。モーミンたちのイカダが見えなくなった。あいつらはただ魚を見に来ただけだけど、僕は捕まえに来たんだ。金の魚はテクテク歩いて旅に出ちゃってるよ、きっと。いたのか。確かに金色の小さいやつが。そら見ろ、確かにいるんだ。そっと探すんだ、そっと。10年経ったわ。そろそろ戻らないと夜までにはムーミン谷には戻れなくなる。やっぱり一度くらいここに来て金の魚に出会おうなんて虫が良すぎたわ。僕本当のこと言うと絶対に見ることができると思ってたからちょっとがっかりだな。また来るさ。砂付近止めて。ねえねえねえ、見たの？し、
えた。捕まえた？金の魚を捕まえたぞ。え？君たちは金の魚を見ることができなかったんだろ。ほら、見せてやる。あ？これが金の魚だと思ってんの？あんたたち。え？あ？普通の魚になっちゃってる。でもさっき捕まえた時は確かに金色に。大方太陽の光で金色に見えたんだろ。スティンキーが初めに金色だって。スニフ、うん、金の魚じゃないことが分かったんだから逃がしてあげたら。見てごらん、気持ちよさそうに泳いでいく。でもあれ初めは本当に金だったんだ。信じるよスニフ。さあ帰ろう。ムーミンたちは確かに湖の王様の金の魚を見たのです。そしてスニフとスティンキーもやはり金の魚を見たと思っているのです。浜辺で見つけた不思議なランプはあっと驚く魔法のランプ。ツルツルこすればランプの精がどんな願いも叶えてくれる。おかげでフローレンは大喜び。もちろん僕もそのはずだったんだけど。次回、楽しいムーミン一家、魔法のランプに願いを込めて、お楽しみに。光と遊ぶ